どうも、トメンテニスチャンネルのトメンです。MJ です。はい、今回はフォアハンドについて、MJ とちょっと、まあ、語りながら、いろいろお互いね、はい、練習していきたいと思います。フォアハンド、何かね、気をつけてる点ですよね。はい。まあ、肘かな。肘。右肘ですかね。右肘を高くセットするっていうのを僕はまあ一番気をつけてるかな。僕は肘が結構伸びるんすよ僕。どこで？打つときに。あ、打つ瞬間インパクトの時。ここ引いたときに伸びる。ここね。ここ。でもほんま僕嫌なんですよこれ。嫌なんですよ。自分では直したいんですよ。だから僕は肘をこう。ちょっとラケットを近めにこういう風にセットして打っていくっていうのを、まあ、ちょっとラリーとかでまあ、ちょっと意識します、まあ、どうしても直しきれてないんですけど意識してます。はい、伸びちゃうとあれやもんな、なんか力がちょっと抜けるんですよ。うん、打点は合わせやすいんですけどこのまま行くんで、だから力がどうしてもこうもっと伝えたいなと思うんで、これをちょっと直したいかなっていうことですね。縮んだもんが伸びた方が遠心力が効いてパワーが出ますから、ね、伸びてるとやっぱなんかもっと、しかもこっちの方が体の回転を使えそうな感じするんで、こっちはどうしても手でこの力でいっちゃってるようなイメージなんで。そうやな、そうやな。他何かあります？ね、最近はラケット高く引く、まあ、肘を高く引く、肘を意識するって言っても高くセットするから、はいはいはい、だから最近あのジュニアの子たちとか、あ、女子のジュニアの子ってこれむっちゃあるあるなんですけど、女子の12歳とかぐらいの子のあるあるなんですけど、ラケットこう引くんですよ。ああ多い、もうこんなんなってます、ね、そう。いや、それやったら俺まだ許すわ。えまだなんかちょっとまだいいわ、はい、こう行くのよ。ああはいはい、外側にね、こっちがこうなるって。そう、後ろから見たらもう前から見ても分かる。なるほど。これ僕直したいんですよ。わかります、うん、やっぱりまっすぐは当たりますけど、うん、回転かかりにくそうです、うん、やっぱ後々のこと考えると、うん、そうですね、やっぱりこういう引き方した方が自然とスピンもかかるんで、だからラケットの引き方的にはこの俺ですね、こうやってラケット置いて、はい、この上を、そうこの上をラケット肘から引いていって下回してくるっていうイメージ、わかります？このラケットだったら上とで下回してくる、でこの時に肘からしっかり引いていくっていうのを意識してもらったらどんどん治ってくるかなっていう、これが自然なスピンのかけ方なんで、だから無理してないんであんまり痛めたりとかしないっていう。やっぱそのあるあるのそのジュニアの女の子とかって、この今のやつでもやっぱこちら刃先離しちゃうからね、離しますよね、こういうふうに両手でこういかないですね、ここが開いちゃってる、ね、そうなんでラケットも全然開いてってっていう感じになりますよね。あの松尾優樹選手ぐらいの体あったらいいかもしれんよね。あれはテイクバックあります？あ、逆にすごいテイクバックしてはるんですか。逆にこれだけで体つきがあればね、あれでいいんだけど、でも逆にこうやって引く人もいるやん。あ、下でね、投げと上げないっていう、うん、そうクルム伊達選手がもう一番かな、うん、でその次キビプロとか、そうですね、完全にね、で松尾裕樹プロそうですね、もう完全にね、こういう引き方、あれはあれでまあメリットもあるんですけど、うん、ね、まあ、ミートリアってやつは絶対上がるでしょうね。そうですね、コンパクトですから。ただあれで僕はどうやって力をこう出してる、スピードを出してるのかが僕はちょっとよく分かんないですよ。すごいなと思います。まあ、共通しているのはあの体がでかい、でかい皆さん、まあ、伊達さんはあれですか、タイミングでまあ確かに確かにあるんだ。でもラケットめっちゃ重いですよね。めっちゃ重たいですからね、だから、うん、あのでもちっちゃくなるってことは、まあ、ミート率が上がるってことなんで、まあ、タイミングテニスの人多いですよね。下がらない人多いですよね、うん、下がらないですよね、うん、やっぱ大きく振ると打点はずれやすいですけどパワーは出やすいっていう、うん、でも僕たちコーチ的にはいいのはやっぱりこう大きく引いた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、まあその方が全身使うんで怪我もなくなってきますよね、うん、ここだけだとどうしても肘痛くなる、うん、ほんまに多いんですよ。もう多い、これでボールを飛ばす人ってほぼ80-90% 肘痛めてるんですよ。次あったらここなんか巻いてるんですよ。巻いてる。ほんでそのうちここも増えてくる。いやそうなんですよ。でしょうねってなるんですよ、うん、
言ってるじゃないですかってなるんですよ。そうやな、あれやっぱり原因がやっぱり、うん、体に対して理にかなった動きが出してくれないと、うん、そうですよね、痛めちゃうね、はい、うん、そうやな、まあ、肘ちょっと音をやってみます、はい、うん、これ出すわ、はい、うん、肘上げて、え、これだから肘ちょっと意識して、うん、MC あるやんな、ここはあんまり、これさ、よくある人どういう感覚でボールにこう回してきてんの、なんか順番とか、ここまでは今語ってたよ、はいはい、この後はみたいな、あ、なんかこう両肩一緒に動かしているんですとか、個人的な意見でいいと思う。力の順番的にはもう運動連鎖ですよね。足からこう、足から順番にこうグーっていう伝えていくイメージですけど、あの上半身で言ったら僕は何ですかね、コンパクトにあのテイクバックしてガーンってこう、例えばリターンとか、リターンで大きく引かないじゃないですか。でも叩いていくときってコンパクトにパーンって攻めるじゃないですか。そういう時は意外とあの肩甲骨を使います。肩甲骨をこう回すようなイメージですか。肩甲骨をこう両肩がこうちょっと波打つようなイメージで打つようにします。ちょっとこう何ですかね、無限のマークを描くようなイメージでパーン。なるほどね、なるほど、あの YouTube でウェイブっていうあるんで、あのそれ見といてください。はい伝わったかないと思うよくあのラケットを8の字動かしてとかいうのと、そうそうそう、まあまあそれ意味してもらったら分かりやすいかな。なるほどなるほど、ウェイブ、ウェイブ結構有名っすね、まあ格闘技なんでストップ。やっぱりこう MJ こうフォーム綺麗やから、それに憧れてる人が向こうのカメラの方にいっぱいいる。ウェイブを見てくださいトムヤンティビスチャンネルではなく、はい、はい、最近気をつけてるのはやっぱりここですね。あと、もうラケット引くの早くとか、まあ、基本的なことになるんですけどね、ピース高く引いて、打ってからさあーこれね、止まんなこれやっぱ。でも僕昔こうやって弾いてたんですよ。お、すごい。ジュニアの時僕こう教えられてたんですよ。こうやって弾いて、いやほんまに昔のなんか女子の選手みたいな感じで、スタンスめちゃめちゃ広くとって、ラケットはこうやって引いて前にこうやって体重移動して打てって言われたんですよ。めっちゃ古い、めちゃくちゃ昔のテニス。やばいでしょいやそれでずっとやらされてたんですよ。でなんかちゃうなって気づきました。あ、自分で気づいた。 YouTuber 向けやなこれだって。いやそれやっぱでもするにはどうしても体重移動しないとパワー多分出ないっすよ。あと一生肘が曲がっちゃう。ああそうですね、うん、これもだって選手も終わったらこうなってるな。そうですね、確かにな。これはラケットの重さいるわ。いきますね。これ結構難しいですよ。ちょっと本当に下から引いてる人結構力も入っちゃうんで気をつけた方がいいかもしれないですね。これちょっと高く、だから先僕が言ったみたいにラケットの上通すようなイメージでラケット引いてもらった方が、上からラケット来て下から回して落としてきてるんで遠心力効くんで楽です。本当に楽。バーンでボール飛んでくれる。だからラケット引き方って、まあ、打ち方も大事なんですけど引き方最初が大事かなって、まあ、どんな選手も絶対共通してここ絶対円運動になってますもんね、うんうんうん、こういう形で、うんうん、こういう形でフェデラーとかもこう引いてから引ちょっと上に引いて下下がって打つみたいな感じですね。だからコンパクトやけどちゃんと上にある、ね、そうそうそう、上下インパクトみたいな感じですね、うんうん、この形からのこう入ってますね。やっぱ右からの力を使うことによってこの重たいラケット、まあ、言って350度あるんで扱えるんかなって思いますね、はい、うん、
まあこんな感じかな、本当ね、僕らが意識してる、意識してる、まあ、じゃあな、ね、あんまりこう、ごちゃごちゃ考えない方がいいですね。そうですね、うん、変に考え出しておかしいなよと、ね、なんかいい、ワンポイントを気をつけて練習するのが大事ですね。なんか、こう、ここをとかなんかいろいろね、ありますけど、気をつける点でいろいろありますけど、できるだけあんまり考えすぎず、ワンポイント、ワンポイント、一つ一つを砕いて練習していった方がいいかもしれませんね。ほんまにフォーム強制したいなら、あれですよね、鏡の前で旋回するんですよね。そうなんですよ。僕、高校時代、弾き方こんなやったんですよ。本当に。フォアハンド超不得意で、もうボレーも、親父からは、お前のボレーは遮断機だカーンみたいなボレーやったんですよ。本当にもう京都の予選で負けるとかそんなレベルやったんですよ。でも、高校入って1ヶ月で京都一番になりまして、やっぱそういうのってワンポイントを気をつけてずっと練習してたんですよね。そうっすよね。うん、それで強制したんが、あの教室の窓の前で素振り一生やってましたね。黙々とでも治ったんですよね。治りました。何や言うたら1日で治ったんちゃうかなあれ一生こうやって脇開いて練習してたらめちゃくちゃテイクバック大きくなった。だから雨の日は皆さん素振りしてください。そうですね。旋回2000回旋回2000回やってもらったら本当にすぐ治るんで、はい、勝手に体が覚えてるんですよ。あれ家に鏡とかある人最高です。最高です。かもう引っ越すか広い部屋でっかい鏡置いて。そうそうそう。やっぱ素振りすると、あ、違うね、ボールがあると、ボール打つことに集中しちゃうんで、やっぱ薄れちゃうんですよ。だから素振りしてもらうと、すべてに集中してできるんで、でも最初の500回ぐらいは、とりあえずそのポイントだけ押さえて、下向いてやってたんですよ。その後は、ボールが来ることをイメージしてやってました。こうすると、1日で、あなたも、マスターです。はい。まあこんな感じでね。そうですね、はいはい、僕たちちょっとフォアハンド語りましたけど、はいはい、できれば皆さんも何か一つを意識して練習してもらえたらいいかなと思います。はい、はい、じゃあまた何かあったらね、また語りましょう。はい、はい、ではありがとうございました。